これ僕がねちょっと最近ですね東京の生活に疲れてましてそれでちょっとこう田舎で例えば古民家みたいなところでこう犬とか猫とかこうヤギとかと一緒に暮らしてなんかこうチーズとか作ったりとかして暮らしたいなとかってちょっと思ってるんですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいかず、そんな話をですねちょっとそのよくコーヒー屋さんで一緒になるあの田中さんっていう人にね、こんな暮らしたいんですよねみたいな話をしてたんですよ。ちょうどそしたらその田中さんが小さい頃男性の方なんですけど小さい頃に自分のおばさんが古民家とかを買って購入してそれを食堂とかレストランとかそういうところに改装し直して、転売したり商売をするっていうことをやってたんですって。それでなんかそのまあなかなかこうやり手の、あのおばさんだったらしいんですけど、でもちっちゃい頃にまず古民家を買ってそこでしばらくこう寝かせるというか次どんなお店にしようっていうのであの買ったはいいけど、まあ、まだ何にも使ってない時期っていうのが結構あって、その頃にあのちっちゃかった田中さんとかその親戚の子供たちとかがみんなね遊びに行ったりよくしてたらしい。である時にねその千葉の古民家をやっぱおばさんが買ってすごい大きいお家だったんですって。でまあどういうふうにしようかみたいなことを考えてる時に子供たちはもう本当にあのもう何ですかねそんな大きい古民家だったら隠れる場所とかもいっぱいあるしよくすごい遊んでたんですって。そしたらね仏間があってでそこに畳の部屋の仏間があって仏壇がバーンと置いてある部屋があったんだけど、そこにバーってみんなで遊びに行ったらね部屋の角の天井のとこがねバーッと板が外れてその天井裏がちょっと見えるんですってこれくらいの隙間で、あれと思ってあそこ外れてるんだと思っておばさんにあそこ外れてるよって言ったらああ直しとかんとねみたいな感じで直してるんだけど、また次の時にパッと見るとねまた隙間が空いてる。で何度見てもね、直してもすぐ隙間が空いちゃうんです。でなんか立て付けとかなのかなっていう風になんか考えたんでしょうけど、なんかどうやらでも違うらしくて、でまあでも売り手が見つかってでその古民家をね改装することになって、そしたらいろいろやってたんだけどその仏間の漆喰を剥がしたらねいわゆるこう木の牢屋が出てきて、で、なんかもう完全に取り外してみたら完全にどこからも入れない座敷牢が出てきたっていうね話をちょうどこの前聞かせてもらってね、なんかすごい何があったんだろうみたいのがすごいちょっと想像膨らむなと思って、だから僕も古民家買ったらそんなだったらどうしようかなって思ってちょっと今不安なんですけど、そこに僕を入れる気ですか。そうです結構古いじゃあ古民家ってことですか、ね、そうでしょう。でもねあの明治ぐらいとかそういうぐらいでしょう、ね、かなり古いですね、うん、へえ、まあ、明治の頃ならねあの自宅館地って言ってね座敷牢にあの、まあ、精神患った人を入れたりとかっていうのは、うんまあ、よくある話だったから、うん